18,666。この体力を削るために俺は武器を強化したいと思います。今言ったね、体力はですね、 G 級山掴みの体力です。これまで、高い HP を誇るモンスターといえば、ガノトトス亜種のね、多分8300が最高だったと思うんですが、その2倍以上の HP を誇る山掴みを今回は討伐するために、武器を強化します。作る武器はこの R ブリードという武器ですね。竜属性の体験なんですけど、回の終盤にですね、ティタルニアという名前でお世話になった体験を、ブラッシュデイムという体験に強化して、これはね、2強化目ですね。素材を見てほしいんですけど、こんな感じでかなりえぐい、素材要求になってますね。狩りへの攻撃はね、なんだろう、上位の時にシルソルじゃねえ、銀火竜かを回したね、その恩恵といいますかでね、 G 級のリオレース1回行っただけで、まあ、狩竜の攻撃は手に入ったんだけど、まあ、メス狩竜の攻撃もね、まあ頑張って集めて、あとはこいつらの足の降臨も、まあ、何回か回して集めたということで、これを作りましょう。これがね、マジで10万ゼリー持ってかれるんですけど、まあ、やっと上位ティガ体験から卒業できるといった感じですかね。まあ、この体験長らくお世話になりましたが、紫が30、そして回心率はマイナス30というデメリットありますが、それを補う高い攻撃力だったんですが、今回の体験は、まあ、紫ゲージこそ10とか20しかちょっとしかないんですけど、攻撃力は1200、そして防御力もおまけのプラス10と竜属性240、そして回心率は0、さらに、スロットが2個空いてるんですが、ね、入れる隙はないということで、いきましょう。フガクリュー山つかみ、うわ懐かしいこのムービうわ、このコーラス部分のね、音声が昔はちょっと怖かった印象はあるんだけど、まあ行きますか。やべ、めっちゃ懐かしい。あ、これずっと流れてんのね。この塔を登るのも懐かしいな。まあね、山つかみを狩るのは、直近だとね、登録者100人記念の時に、まだフロンティアがね、サービス終了してない時に、この塔の山つかみを狩ったんですが、その時の山つかみとは確かね、場所が違うんだよね。フロンティアに買った時の山つかみは、まあドスと同じなんですけど、この塔を登って登って登って、一番上の部分ですね、塔の、まあ、よくナナテスカトリとか、銀火竜金火竜、あいつらを狩る時と同じステージで狩らないといけないんですが、今回はねセカンド G だけの、ステージということで、塔のねすっごい楽しみ、なんかね半円型みたいな確か感じだったんだよね。この塔のね雰囲気すごい好きっていうことは、多分何個か前の、塔で、クエストがある動画でも言ったと思うんですけど、ちょっとねこのクエストはね特別だよいつもだったら多分連戦するクエストだったら嫌になるこの塔。そう、ここ来た。うわー、ちょっと改善されてるのマジでいいよな。でこっからしか戦えないんだよね、セカンド G の山つかみは。だからドスとフロンティアみたいに、道中この螺旋階段ぐるぐるするところで戦ってみたいな感じじゃないんだよね。この BGM 俺すごい好きなんだよ、山つかみの BGM。 YouTube でもよく聞いたりしてますね。で剣士だとランスとガンランス以外の、武器ではですねリーチが足りないので、基本的にこういう攻撃でしか切る機会はないです。なるほどね。タメさん何回いける、これ2回いける、いいね。ちなみにこいつの、弱点属性は氷と竜なんですけど、まあどちらも同じような感じといったところですかね。氷の方が効く部位もあれば、竜の方が効く部位もあるっていう感じで、どっちもどっちですね。切断部位に関してはですね、顔
顔って言ったらいいのかな、か結構パーツによって分かれてるんだよね。例えば切断だと目がね90入って口が50とか入るんだよな、確かそんな感じですよ山つかみは。でこの時も本当はあれかな、口殴りに行った方がいいのかな。あぶねえ。さあ次はどんな攻撃を。すげえワクワクが止まんねえな。これちょっと口の中いける。あやっべえ。うわなんか違和感あるわ、螺旋階段っていうかあのぐるぐるする階段ないの、すごい違和感ある。これ登ってここ来てまたこう行くんよな。だから結構下に落ちても便利なんだよね。フロンティアとドスだと一回落ちちゃったらまたねぐる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 長いこのだから道を登っていかなきゃいけないんで、セカンド G は本当に戦いやすくなったかなと。キモいな口の中で。この代来コーチはですね、攻略本情報によるとエリアイドすると消えるとおおいうふうに書いていたので、こいつは嫌いなんだ。うわえ爆発すんの、爆発すんのこの代来コーチ、マジ山つかみから出てきた代来コーチ爆発するんだ。なるほどね、まあ、麻痺はしないけどその代わりすぐ消えるよっていう感じかな。で基本的に正面見たら一気に側面へ移動して、ああでさっきこれで口殴れるってことが分かったんで普通に触手殴っていこうか。4本の触手があるんですけど山つかみはこれしか V 破壊できないです。ちなみに4つの触手の危ない危ない、耐久値をゼロにして、それで初めて報酬がもらえます。シェンガオレンの足と同じような感じかな。さあ18666だからラオとシェンとはまた違いますね。あいつらは撃退 HP にすればいいけどこいつはいやバタねえな、ちゃんと、削り切らないといけないんで。あーあれだ、これはねしゃがまないといけないんだよね確か。懐かしいこれ。よしちょっと本当は研ぎたいな、ここで研いで怪力飲むか、落ち着いてね行きましょう。うわやべ来た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 、やべえ出たこれ。やられたけど楽しいめっちゃ楽しい。なるほどね、触手ビターンの後油断するなということですね。あの後はあとね山つかみのエピソードといえばやっぱり当時ね悪魔猫を使ってやってた人っていうのはここでつまずくと思うんだよね絶対。うん、 G 星さんに上がるための緊急クエスト、これは悪魔猫連れていけないからなんだっけ G に上がるときは確か鳴るが来るわけ、あれとかも悪魔猫でよかったし。ただねこういう超大型モンスターっていうのは猫連れていけないんで、これは俺はあの意図的にオフにしてるわけじゃなくて本当は連れていくっていう設定にしてるんだけど、連れていけないという感じですかね。めっちゃ光ってるな怒ったら、これ危険ですね怒って。ちょっとこれは怖いよ俺。来た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 、食らえ、おーしこれで撃墜だな。なるほどね、あ乗れなかったマジか、俺いけねえんだよなどこにも。いやマジか、背中の目乗りたかったな、ちょっと目攻撃したかったわ。これあの触手が邪魔で多分移動できないんだよね、だからひたすらこうハメさんやって切り上げやってを繰り返すしかないから、なんか見えてるし見えてるし。ここで肉焼きセット、かつて戦場でこんがり肉を焼いて無傷のやつおるかこのボスエリアで、やべえな。そこで情報で見たよね、肉焼きセットとか砥石とかで回避できるみたいな。だからちょっとねあえてこんがり肉不足も相まってね、まあよろず焼きすればいいんですけど
はい、持ってきました。ちょっとネタでね、肉焼きセット持ってきて回避できるかなと思ってやってみたらできて、ちょっとほっこりしました。そのためにね、今回ちょっと、まあ、バレてた人にはバレてたと思うんですけど、このね、麻酔玉をセットした右側に肉焼きセットを置いてたのが、だからちょっとあえてね、今回持っていくアイテムの紹介とか説明とかしなかったんだけど、いやーよかった、ちょっとこれ成功して、成功しながらちょっとどうしようかなと思ったけど、砥石だったらちょっとね、被弾する可能性もあるんで、砥石のモーション自体がねちょっと短いんで、まあ、ただ肉焼きセットなら多分被弾はしないでしょうということで、おお、これでも撃墜できるの？乗りたい、オッケー、来た、いや懐かしい流木ね。山つかみの素材ってね、なんだかんだいらねえ、必要なんだよね。何回剥ぎ取れんだろう。いや、マンドラゴラしか出ないんだけど、これ多分触手で、あ、これ欲しいから、大きい薬1個しかないのいらねえ。いやー、これやりたかったんよな、この触手じゃなくて、なんだっけ、その背中に乗って、山つかみから剥ぎ取るっていうので、今のところ25フシに立ったけど、やっぱりね、この目が光ってる、怒ってる状態じゃないときは、やってくんの？フラグ回収早っ、やってこないですねーって思ったら、やってくるんだ、マジか、こりゃ参ったな、いつ攻撃しよう。2本の触手しかないときにしか今のところ攻撃してきてないんで、触手4つあるんですけど、4つ全部叩きつけるときはしか攻撃できないってこと？タメさんとか。そして今度3つ目ね、今度4つ触手叩きつけるときに吸引なんてされたら、もうたまったもんじゃないんだけど。そう、これね怖いんだけども、あ、いい、すげえ、今の一撃で怒った、目の色変わったもんね、一発で。なるほど、怖い、怖いよ、もう死ねないからね、もう何回も何回もね、ボルガノス戦といい、セカンド G で登場した、追加化された各種アッシュ戦、一回負けてからもう一回挑むのって結構撮影に時間かかるから大変だよな。だからこいつは、まあ、今後ね、周回することになったとしても、とりあえず動画として残す面においてはね、こいつをやっぱり一撃討伐したいな。これさ、ちなみにさ、こう口開けてない時に麻酔弾もこうやって一発投げてさ、稼ぐっていうのはできんの？お、できるんだ、よーし、よーし、あー失敗した、これどこ、あ、ここね、弱点、失礼します。うわ、ヒットストップ、エッグ、血の量もえぐいな、竜属性のエフェクトもそうだけど、うわ、何これ、さらにダウン、これで次はね、これマシン玉4発投げないといけないよね、これがまた厄介なんだけど、4発投げるってなったら結構今のでもね、ちょっと落とし物回収するか、さっきできなかったけど、不学流の待機4発だから、いやー、できるかな、パーティーだったら楽なんだけどな、本当に山つかみはパーティーだとすごい楽、吸引されそうになったら粉塵粉塵って言えばね、誰か彼かは粉塵巻いてくれるし、まあ、麻酔だもね、みんなで協力すれば投げられるんで、さあ怒り状態じゃない時も吸引をやってくるって分かったんで、ほんと慎重に立ち回ろう。ここら辺とか殴る？麻酔弾はね、撃墜できるっていうのもなんか面白いよね。この辺でやめとく？怖いんだけど。次どうしようかな、落ちようかな、こっから下に、それが無難かもね。次どうしようかな、なんかアクションの落ち込む、これでもいいみたい、どうやらね、ちょっと今のやるの遅かったけど、落ち込むとか、落ち込む、砥石、肉焼きセット、しゃがむかな、確かいいって書いてたの。
そういうのもね、まあ、初見プレイだから無知で行くのも面白いんだけど、まあ、あえてこうやって調べていくのも面白いしね、自分の新たな知識のなんていうか発見というか向上につながるんで。もう一回リベンジ、砥石どう？あぶねえ、砥石だと被弾するって聞いたからさ。よし、これで多分ね、俺が知ってる限りのかわす方法は全部、実践でできたんじゃないかなと。え？よし、初見クリア嬉しい、普通に。うわ、気持ち悪い。え、死んでも動いてるんだ。え、マジ？俺が、え、マジか、できると思わんかったな、初見でソロ討伐。キモ。だって18666だよ、こいつの体力。頭おかしいんじゃない？よかったー、勝てて、やったぜ。ただめっちゃ時間かかっちゃったな。まあこいつはね、周回することになるかな。なんだかんだ言ってね、素材必要になる、武器とか多いんで、ちょくちょく。いや、二落ちしたけど、よかったー、マジで。よかったーしか言ってないけど。ハンターランク9ね。ということで、今回はこの辺で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。めっちゃ楽しかったです。